こんんにちはナミさん今回も動画ありがとうございますタイトルはねお金の価値は変化するということで需要と供給のことをお話しいただいてたと思います、ね、そう考えると暗号通貨のプレセールってたくさんの人が買えば買うほど上場後の価値ってすごく下がるというふうに私は単純に思っていたんですよね、まあ、ですんでものすごく体のえだってのはセールスのタイミングとしても良かったのかなと思いますなんかねいつの間にかセールス終わって,みた,い終わってたみたいなね で、多くの人が「大丈夫なの暗号通貨って何?」とか言ってる間に終わっちゃったみたいなねそれこそビットコインっていう概念すらあまり多くに知られてない時にあのセールスってのは行われましたからねただ残念ながら「体のエーダー」がセールスを終えた後、もしくは終える直後にあのなんかいろんなねクローバーコインはじめ似たようなコインがたくさん出てきてね「体のエーダー」みたいにビットコインみたいにみたいななんかね根拠のないようなそんなねあの 価値の、まあ、投資と言いますかね、そういうのが行われてきてセールスに使われてそこでお金を失う人が結構いいたんじゃないかなかと思いますよね。まあ、今回はお金の価値は変化するってことだったんですけども当時ね当時2014年だったですかね2015年だったかなとカラダノエダのプレセールの時に10万円をあこれ10万円だからもったいないから使えないなっていうふうに使わなかった方といやこの10万円育つんじゃないかなと思ってカラダノエダを買われた方と。 今お金の価値ってのは1000倍以上になってるってことなんですよね当時の10万円を大切にしてきた人は今でもその10万円は10万円でも体の枝にバシッと張った人ってのは今それが1億円になってるというふうなねお金の価値が変化するまさに今体の枝は多くの人に求められて高値になってきちゃったわけなんですよでも日本円ってのはほぼ価値を変えてないと言ってもいいんじゃないですかね当時のの価格がいくらだったたか忘れましたけども、 まあ、民主党政権時2011年ぐらいですかねあの時ものすごく円高で74円みたいなねそんな価格が私の脳裏にあるわけですけども74円から今ね108円,円か百八円9円ぐらいになってると思いますけども確かに大きく値段が変えたと変わったと言いますけどもまあ私たちの生活時間でいうとほぼ日本円っていうのは10年前も20年前も今も同じようなもんですよね。 もっと言ったら30年前40年前と似たような感覚かもしれません100円のアイスクリームいまだに100円ですしチロルチョコは当時10円だったものが今でも10円だったと思うんですよそんなに変わってないですよねうんそう考えたらねお金の価値は変化するはずなんだけども日本円はちょっとその変化がいい意味で言うとね安定してる悪い意味で言うとあまり変わってないとでそれを尻目に 日本円という伝統的なね通貨を尻目に体のエーダーってものが出てきてまだ10年も経たないのにこんなね1000倍以上の価格をつけているなんか運命の皮肉を思っちゃいますよねこれから体のエーダーってのはますます利便性が高まって多くの人に求められていくと思います価格は300円を超えましたけどもこれがね400円500円1000円2000円となっていくぐらいのことにはなるんじゃないかなと思いますけども皆さんどういう風にお感じでしょうかじゃあ奈さんまた動画の方を送ってください、えー、昨日のねズームライブの 方はもうすでに YouTube アップロードしてますので100名以上の方が思いを見てくださってますよねなみさんもぜひ、ね、お時間あるときに見るもしくは聞きながら作業されてみてはいかがでしょうかそれでは失礼します